いちご生産量日本一の栃木、実は農家の高齢化もあり、2005年をピークに生産量が年々減少しています。そして実はとちおとめ、2011年に栃木が持つ育成者の権利が切れたため、今では全国どこでも作ることができるんです。そこで栃木が県を挙げて生み出したのがこちら、とちあいかなんですね。様々な実験を重ねまして10万株の中から選ばれたエリート、病気にも強く育つのが早いのが特徴なんです。10月から収穫ができて、とちおとめに比べてなんと 1.3 倍の量が収穫できます。味はとちおとめと比べても甘さが際立つものになってるんですね。これによって年間で264億円のいちご販売額を370億円にまで増やす、このいちごの世代交代にはこんな狙いがあったということなんです。